どうもお世話になっておりますゾウさんトラックです。今日なんですけれども、千葉県で仕事をしておりまして、これから愛知県の方まで仕事先に向かっていきたいと思います。ただいま国道357号線の海のねそばを走ってるところですね。ちょっと動きが鈍い場所ですね。あんま進みが良くないところを今進んでます。ただいま時刻が3時になるんですけど、ここから愛知県に向かうとなると結構渋滞しているところが多いんですよね。このまますぐ走っていって、これから高速道路を乗るんですけどね、湾岸線や横羽線経由で、湘南平塚方面向かって走っていこうとも思ったんですけど、高速道路降りた後1号線がちょっと混みやすい印象なんですよね。渋滞してるようなので、スムーズには向かっていけないかなと。その後の湘南の小田原方面走ってって今通行止めになっちゃってるところがあって、そこから、回送路速度を下ろされて下道行くことになるんですけど、そっちあまり渋滞してて遅そうなんですよね。なんでそっち方面はなしで、東名の方に行けば早そうではあるんですけど、高速道路使うとしても首都高のここの位置からだったら湾岸経由じゃなくて箱崎方面から向かってってもいいかなと思ったんですが、その後の渋谷区世田谷区方面、そっちでちょっと渋滞しがちな印象なんですよね。ちょっと渋滞しやすい場所があって、そこも動きが鈍くなるかなと。そこから東名まで走るとしてもちょっと疲れちゃうかなと思って、そっち方面もちょっと走りづらい印象で、じゃあどうしたもんかなと思ったところなんですけれども、とりあえずは湾岸経由の横羽線で川崎周辺高速使って、新しくできた高速があるんですよね。首都高なんですけど、その首都高経由で、東名に向かってみようかなと思ってます。そっち方面から高速道路を経由していけば結構空いてそうには見えるんで、スムーズに行けるんじゃないかと思うんですよね。今のところそんな走り方で結構神奈川を越えていけるかなと思われるので、高速道路経由してこれから進んでいきたいと思います。今下道なんですけどね、しばらく走っていった後に乗ろうと思います。平和島の入り口ですね。ここから高速道路を乗っていきます。なんか今電光掲示板に4月1日から料金改定ってかっちょっと噛んじゃいましたけど書いてあったけど、値段上がっちゃうんですかね。最近もちょっと首都高ね値段上がって高いかなって思うけど、長く乗ったらその分値段がねさらに上がっちゃうんでしょうか。ちょっとねなんか嫌な感じですね。快適に走りたいもんです。はい、生麦ジャンクション見えてきましたね。ここを左の側道から、第三京浜東名経由ですね、そちら方面の高速を経由して、向かっていきたいと思います。まっすぐ行っちゃったら横浜公園とかね、みなとみらい方面に行ってしまうんで、ここを側道にそれて向かっていきます。いやー太陽めっちゃ眩しいけど、高い位置から街並みがねよく見えていい景色ですね。なんとなくだけど荒川隅田川周辺の中央環状線の高速道路から、見てる景色と似てる印象ありますね。王子の方に向かっていく側かな、上り側でしょうかね、そっち方面の道路に似てる印象ありますね。まもなく料金所になりますね。東名高速道路の分岐点です、ここで横浜青葉の、出口があるので降りる方はここで降りて、で多分246合流ですね、できるところに、降りることができます。まずは東名経由して、西の方に向かって進んでいきたいと思います。しばらく高速ですね。途中で下道降りて、愛知の方に向かっていきます。トンネルが多めの道路でしたけどね、長いトンネルが続いてるんですけど結構快適に進みました。
見通しも良くて明るいトンネルで走りやすい首都高速になってましたね。まあ、今日初めて走ったんですけど、快適だったんで、また機会があれば乗ってみたいなと思いました。まあ、よかったよかった、無事に通過です。はい、トラックステーションに無事到着です。名古屋のトラックステーションですね。さあ今日は駐車スペースは空いてますかね。いつも満車に近い状態で空いてて、まあなんとか数台分空いてるっていうところが多いんですけど、パッと見でも空いてますねと思ったら、結構なんか空いてるな。駐車スペース余裕ですね今日は。あらら、今日木曜日の夜なんですけどね、全然空いてる。こっち全然いないじゃん今進んでるところ。ここもトラックいっぱい止まってたりするんですけどね、目の前の駐車スペースも全然空いてるし、あら、こっち側の駐車も全然いないな。余裕だ。今からここに寝床としてたどり着くドライバーさんなんか全然楽勝ですね。いやー、これは快適に止められてね、隣の車とか気にしないでね、寝れそうな、そんな状況にはなってるけど、意外でしたね。はい、ということで本日の運行はこれで終わりになります。まあ、無事に到着はできたところなんですけど、まあ空いてますね。まあ、今目の前にね映ってる映像としても、やっぱまだ車がね止められるスペースは空いてるし、これだけ深夜0時になって空いてるってのは珍しいかな。ほぼほぼやっぱ9割以上駐車してることが多いんですけど、明け方ね、金曜日なんでね、まあ、仕事としても結構忙しい日になるような印象なんだけど、全然トラック止まってないから暇なんでしょうかね。まあ、今3月でね、上旬にはなるんですけど、まあ繁忙期の時期と言えるんじゃないでしょうか。空いてるのかな。まあ、金曜日でね、交通状況としてもね、まあ、道が結構快適に走るんだったらそれに越したことはないけど、あんまりね、なんかトラックの動きが鈍い、そんな状態だとなんか寂しい気持ちにもなっちゃいますね。まあ何せよ車が駐車できたことにはまあ良かったってことで、まあこれからゆっくり寝て、明日の仕事を明けてから、午前中仕事なんですけどね、頑張っていきたいと思います。おやすみなさい。はい、トラックステーション出発です。これから仕事先に向かいます。今出発した時点というか、まあ朝起きてからトラックから降りたんですけど、9割以上トラック埋まってました。あのあと深夜トラックね、たくさん来て、それでみんな寝床としてね泊まったってことでしょうかね。ちょっと意外でしたね。深夜0時じゃなくてもう真夜中、
真夜中まで走って、それでみんなここ寝床にしてゆっくりしてるっていうところでしょうかね。明け方到着して寝てるっていうドライバーさんもね、中にはいらっしゃるかと思うんですけど、まあ、いろんな事情が走り方あったりはしますね。まあ、自分の方は、十分に睡眠は取れたんで、これから午前中仕事を頑張っていきたいと思います。はい、名古屋市周辺に来てます。まあ、朝っていうこともあって、さすがにシャッター通りっていうか結構開いてない店は多いですね。まあ、これから今日一日始まるってことで、シャッターみんな開いてね、商売がスタートするっていうところでしょうかね。まあ、とりあえずは仕事先に近いところまで来たので、これから張り切って頑張っていきたいと思います。お疲れ様です。愛知県での仕事を無事に終わらせてきました。まあ、今日は手下ろし&台車でオフィスにね、運ぶっていう風な仕事の内容で、まあ、結構やっぱ時間かかりましたね。ただ下ろすだけじゃなくて、その荷物をね、台車に乗っけれる分乗っけて、オフィスの中に持ってって、で棚なんですよね。たまにあるんですけどね、棚にどんどん入れていくっていうような、そういった仕事の内容だったんですけど、やっぱり時間がかかってしまいますね。荷物によってはここの棚、あっちの棚っていう風に、そういった指示があるので、まあ多少時間かかったんですが、無事に終わらせられたんで良かったです。まあ今昼近くなっちゃったんですけどね、今日はこれで終わりです。ここから愛知県から東京にぼちぼちも戻っていくということで、この後は安全運転で走っていきたいと思います。まあ、だいぶ時間あるんでね、楽は楽なんですけど、まあ、寄るところは特にないんで、マイペースで休憩しながら、走っていきたいと思います。まあ、昨晩はトラックドライバー暇してる人が多いのかなみたいな話はしたんですけど、自分もまあこのまま帰りということで、まあ、よくトラックドライバー引き取って愛知周辺界隈で引き取って、それで戻るっていう風な走り方するんですけど、まあ、僕も僕でちょっと暇っていうこともあって、このままお帰りになるんですよね。空のまま帰ると。まあこの後も気をつけて進んでいって、でまた翌日の仕事、地場仕事ですけどね、頑張っていこうと思います。今回の動画はこれで以上になります。ご視聴ありがとうございました。またよろしくお願いします。